なぜマガジンは永遠の2番手なのか。マガジン黎明期1959年創刊。ほぼ同時期に永遠のライバルであるサンデーと共に発行開始。当時は連載漫画は5作品と少なく、ほぼニュースや小説がページ数を占めていた。そこから徐々に連載漫画が増えていくわけですが、当時はサンデーとの漫画家の奪い合い。手塚治虫を筆頭に、常盤荘メンバーの連載陣をサンデーに奪われてしまった。そこでマガジンは手塚治虫といった人気漫画家たちに、作画と原作を分けてもらうことによって、なんとか連載してもらえないかを頼み込むのであった。だが、その後、その手塚先生を怒らせてしまったことによって、またサンデーに奪われてしまった。完全にサンデーに遅れを取ってしまうことになるが、その後ヒット作を生み出すことになる。巨人の星1966年連載開始。当時は空前の野球ブームかつプロ野球で超人気球団巨人との人気も相まって、アニメの視聴率は一時期 30% を記録。これまで大人たちから悪書として批判されていた漫画が市民権を得た瞬間でもあった。そしてここからマガジンは第一次黄金期を迎えていくのである。